3日目の決勝です。はい、セットレディーゴー。さあまずは第1投でしたが、ここはややリスクが先行されました。1投目はノーキャッチ。さあ持ちポイントは36、トップとの差は30ポイント以上というね、かなり苦しい戦いですが、さあセカンドショットは、これも追い風に乗ってしまったか、リスク大きく先行してしまいました。さあ間もなく折り返して向かいます。ここで30秒。さあこれが第3投目になります。さあここもどうだ、高く上がった、距離も伸びるが、ここもレイ届かない。まだノーキャッチです。さあまずは2位との差5ポイントを埋めないと順位を上げてこれません。残り時間は12秒、ラスト10。さあそしてカウントダウンが入って6秒前、5、4、3秒。さあラスト、これはいいでしょう、距離も伸びてくる。あ、最後の最後、ここはロングエリア1本入りました。決勝ダメのポイント、長谷川凛チームは8ポイントを加算してトータルは44ポイントのフィニッシュです。さあ続いては予選第2位通過、深石雄二アポロン。